今回はその一の続きですが、前半少し脱線させてください。今日、大好きなグリーンさんの、ゆらゆらという曲を聴いて、改めてグリーンさんに励まされました。歌詞の中に、行ったり来たりでいい、止まりそうな私の心よ、動け、というのがあります。独クさんと独母さんの被害で、感情が止まりそうな私と重なりました。 本当は歌詞を全部紹介したいいぐらいです。日本沈没から話がそれちゃいましたがグリーンさんの「ゆらゆら」は失恋ソングで切ないんですけどとっても素敵ないい曲です個人的には「ドコア装置」の私への応援ソングだと思ってますグリーンさんの公式 YouTube で聴けるのでこれを聴いてくれているあなたにも是非聴いてほしいです 話を戻しますね。クチチさんと独母さんから受けてきたそしてさらに大きくなる被害を理解することができてたら日本沈没のンさんと同じように、うん、怖くて怖くて震えるほど怖くて泣きそうになるほど怖くてもう家に一瞬たりとも入れなかったはずですでも何の恐怖もなく一緒に住むことができてました それぐらい10年前までの私はやばかったです。今は毒父さんと毒母さんに絶対に負けたくない。毒圧たち専門カウンセラーとしてこれを宝に変えることでこれまでの人生を大逆転したいとそう決めて今は家にいます。中学生の頃からカウンセラーになって人を助けたいという夢を叶えるためです。 もしこれを聞いてくれているあなたも「日本沈没」を見たことがなければ,見,ば見逃し配信からでもいいので見てみてくださいね。今回はこれで終わりますね。また来ますね。